はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。はい、あ、スロット見に来たよということでありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日はスロット専門店キコーナ梅北店から生放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、本日も忙しい中、今日は、ちゃんに、いや久しぶりっすわ、ちゃんに、ちゃんさん来たって言われてますけどね。出れるとはね、出るとは思わなかったですけど。いやもう前回の時にあのポーキーからあの次はあのチャンニーにお願いしますって言ってたからあ、じゃあチャンさん出ねえやと思ってたんやけど。あ、楽しみにしはる方いる？いやいや、チャンニー来たってコメント来てるで、またあのコメント送るから後で見といてください。そうですね、見ときましょうか。はい、はい、ということで本日は梅北店よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、なんかあの早速ね、もうここペって、まあ、そうですね、告知物ありますけど、まあサクッというのはまずはこっちですね。まあ、はい、今日3日、そう、今日3日、日付変わって4日ですね。4日ですね。まあ、2日前に、はい、リニューアルオープンさせてもらいました。はい、内容がこっちですね。はい、前回まであった 2.5 スロー、2.5 円スロットがちょっと廃止というか、あ、まあ、そうなんや、まあ、お客様の声がね、なかなかちょっと実現、ちょっと難しくて、うん、ちょっと遠回しになってたこの5スローをちょっともうようやく復活、うん、あ、やっぱ5スローがいいって方が多かったんですか。じゃあ声がどうしてもね、あの、あったというところで、それをやっぱりどうしても吸い上げなあかんというところで、まあ台数が、はい、あの 2.5 円スロットは67台あったんですけど、あ、なるほど、ほんほんほん、5円スロット38台、まあ招待数にはなりましたが、まあ20スローが増えたってことかな。 その分20スロー増えたんで250台、はいはい、なるほど、ありますので、ぜひね、ちょっと20スローも5円スロットのお客様もね、来ていただきたいなと思います。はい、ちょっと新しくね、変わりましたんで。はい、あの、まあ、これはこう、まあ、前置きで。前置き。こっちこっち。ですよ。前置きね。あ、ごスロわないとダメだよ。あ、そうなんよ。やっぱユーザーさん、やっぱりいろんなね、レートの方おられるんで。まあ、確かにね。結構声もね、たくさん本当いただいてて、ごスロわがなくなったのとか、うんうん、いろいろ声いただいて、まあ、それは、ねえみたいな感じで、なるほど、世間話的になってたんですけど、ゴスロも今は需要あるから、あ、なるほど、そういうことなんやな。うん、後ろのはウマルちゃんですか。ね、なんか今日のあたかさんの相方みたいな感じで映ってますけど、これ一応ね、気候な梅北店オリジナルのキャラクターということで、何やったっけ、キコナちゃん、はい、何やったっけ、これね、キコタン、何やったっけ、キータン。キータンか。ごめんごめん。適当に。こっちはね、キータン。そう、名前変わるんよね、確かね。はい。で、こ、ん？あ、映ってない。上映ってないな。あ、ガチに一応あるけどね。あ、あそこも今おるわ。そうそう、あっち映してもらえるけど、あれがキコナちゃんって言って、はい、まあ、うちのマスコットキャラクターになったと。なるほど。ですね。で、町のキコナちゃんが出てるときは、うん、ぜひご来店していただきたいなと。いう旨です。なんか何だっけ、魔法少女やったっけ、修行中やったっけ、修行中の身で、まあ、魔法全部使ったらこっちになっちゃうと、うん、キータンの方になってまうねんな。キータンの方にも、これデフォルトなんでキータンの方にもなってまって魔法が蓄積されると、はい、あっちのキコナちゃんになると、はい、なるほどね。で、そのような魔法がなんか蓄積されまくって暴発しそうなんで、はいはい、あれになって魔法を、はい、ドカッと、なるほど、やる、そのドカッっていう時になるので魔法を、はい、まあ、LINE だったりね、Twitter 等でちょっとチェックしてもらいたいですね、その辺はね。お願いいたします。どんな設定と言われたら、まあ、一応魔法少女の設定になってます。ウマルちゃんではないけどね。はい、キータン、シータンね。キャラクター的には近いですけど。はい、お願いします。キータンね。またあのごひいきに。まあ、メキタのそのポップだったりとか、あの告知物には結構あのキータンもね、キコナちゃんも載ってますんで、ぜひぜひ一応チェックということで、ファンになってください、皆さん。お願いいたします。はい、あとじゃあ、それも。そうです、こっちですよ。ザラーンってやって、ザラーンって、じゃあちょっと裁判所に行ってこな、裁判所か、勝者確定みたいな、これですよ、感謝、でっかい、ちょっと 見えるかな、見える見える、大丈夫、うん、黄色いポスターね、大丈夫、感謝と、はい、なってますよ、はい、まあ、この感謝っていうのはもう下見てもらったら分かるんですけど、お、で愛されて6年、あ、もうめきた6年なんや、もうこの今月のね、はい、うちが24日なのかな、はい、まあ、そういう風な日に、はい、まあ、丸6年を迎えさせてもらう、おめでとうございます、ありがとうございます。ということで感謝というところ、これをね、はい、いろんなところに掲げてますので、はいはい、ぜひちょっと来ていただきたい、今月はね、特に来ていただきたいなというところです、はい、大阪の、繁華街、賑やかな街の一角にありますんで、はい、梅田、はい、ぜひぜひグランフロントの裏にありますんでね、はい、
グランフロントにそう近寄った時とかね、近寄った時入った時とかはい、はい、出たらウィーンって出たらもう見えるんで、そうですね、はい、ぜひちょっとね、はい、来ていただきたいと思います。スロ線ね、スロットのやっぱユーザーの方は、はい、ぜひ梅北店来ていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はね、店長もなんか、はい、明日が、明日というか今日がちょっと会議前ということでなかなか、ね、そうちょっと仕事中やからねちょっと2台打ちたいんやけど、まあ一応窓まぎかがメインかな。そうですね、メインはどうしても、うん、今日もなかなかいい稼働だった、まあ、お客様ね多かったみたいですね、窓まぎやっぱりね。ありがとうございます。たくさんもうギリギリまで打っていただいてね、あの下でも喋ってはったもんね。そうなんですよ非常にいいお声をね、いただきましたので、ね、窓まぎ何台でしたっけ。うち8台。8台か、結構ね台数入れさせていただいて、ちょうどあの階段上がって、右側になのかな、お客様からみたいなねのフロアに、まあ、階段登る時にももうそういうポップとか、はい、いろいろあの映像系出してますので、はい、ぜひ分かりやすいかなと思います。じゃあ今日はこれを、まあチャンさんまだ打ってないということなんで、じゃあもう完全に初打ちですね。はい、完全に初打ちです。じゃあこれじゃあチャンさんに打ってもらおうか。店長来んのかな、予定ではもうその終わりして、終わりして来るって、あ、分かりました分かりました。じゃあ仕事終わったら、じゃあ店長が台湾に移るってことでいいんやね。まあどうなるか分からないんですけど、うん、その時にね、まあ最悪まあどうやろう、まあまあ私売ってもええけど、まあまあ店長もし来るんやったらね、店長に売ってもらったらいいし、店長とか自分がね売っても全然構わないので、うん、じゃあ窓まぎ、とりあえずじゃあ窓まぎ打とうか。わかりました。はい、じゃあ早速打ちましょう。お願いします。そっか、チャンさんまだ打ちに行ってないんやね。いやちょっと打つ機会が、まあ2日目なんでね、言うて、まあ確かにね、なかなか、いや信頼マス、信頼ハンターではないんやね、チャンさんは。あ、ないですね。あ、ちゃうんや。そうですね、信頼ハンターではないです、ね、両方見たいってね、両方な。その代わりどうやろう、まあ天井来て、まあ来たら変わってもええけどな、まあ、どうしようか。もしくはまあこれがある程度、うん、あの取れたらもうこっちの対岸のバーに、うん、に行っても全然いいんですけど、何もなかったらそれはそれでまずないですか。まあまあどっちにしろね、まあ1時間やからな、なんか難しいんで、これ1時間ってね、そうそう、スロット今のスロット1時間難しいからね、めっちゃむずいっすよ今1時間って、うん、じゃあとりあえずじゃあチャンさんには窓まぎ打ってもらおうか。とりあえずちょっと一番ミニマムで、うん、今日ちょうど大きいかな声。いや私打ってええねんけど、コメントちょっと見づらいからな。そうですね、それでもいいんやったらな、まあ、一旦はそっちで全然コメントでいいですよ、うん、店長来たら変わろうってね、言う、打っちゃいなよ。え、ちゃんが当たるわけないって言われた。じゃあ、とりあえず打っていこう。とりあえずじゃあ、打たせてもらいますね。はい、じゃあ、始めます。ごめん、拾わなくていいよ、ええの。ほんま、これ生放送やで、ね、黙るで、みんな。いや、黙ることはないですよ。もうコメント、まあまあね、返せるもんだったら。違うやろ、ね。じゃあ、とりあえず、ちょっと、じゃあ、さっきちょっとアンケート取ろう。で、もし2台、今同時にどうしても見たいって言ったら、あの店長来るまで私打つわ、じゃあ。ああ、あんまですか。うん。じゃあアンケちょっとあのニコ生見てる方はちょっと協力いただいていいかな、うん、じゃあチャンさん打っててくださいね。 打っときましょうか。はい、5秒、ま、ミニマムですけどこれでいいですか。そうですね、とりあえずそれでいきましょうか。とりあえずこれで、はい、じゃあミニマムいきましょうか。その代わりちょっとまあコメントまあ読むけどちょっと読みづらくなっちゃうけどね、それだけちょっとご了承いただけたら。よいしょ、窓か1台でもいいよーってね、固めますけど、ちょっとじゃあコメント。え、コメント？コメントで。あ、いいですよ。あ、どうぞ。じゃあ、さやかちゃん。なんか引きましたよ、ね。レア役？ジャクチェですか？ジャクチェ。ジャクチェで何の抽選してんのかもう、わかんないですけどね。まあ、でもあれ、やっぱ売ってたらわかんの？やっぱり、体感っていうか、打感っていうか、うんうん、売ってたら、あ、これはこんな、熱いんかなーみたいな。役してんのかな。で、この演出はもしかしたらみたいな。なるほど。それも原作見てるでしょ？おんやすけど僕劇場版だけ見てないっていう。見てないの。マジで。やばないっすか。なんかあの悪魔ホムラちゃんのあれがね、あんま私もあんまり分かれへんから。うん、ちょっと申し訳ないですけどね、分かる方はもうコメントでね、あのネタバレ全然、OK、でもタイマギ、あ、窓マギがとりあえず見たいという方が多いから、じゃあとりあえずちょっとじゃあ窓マギにしよう。なんなら、うん、いいんだったらそれでねやらせていただきます。はい、じゃあとりあえずじゃあ、はい、お願いします。お願いします。まあまだ打ててない方もあるでしょうからね。おそらくなかなか難しいんじゃないですか。高稼働というか非常に人気のあるマシンなので、ね、うん、じゃあちょっとねコメントじゃあさっき読もうか、山形からこんばんは、ちゃんかあさんって言われてますね。いやありがとうございます。覚えてた、覚えていただいて本当に。ちゃんさん9月入ったけど何プレイしてますか。何プレイですか。まだ3日目ですけどね。3日目なかなかね。そうだね。お休みはあったの。
この3日、3日 ?3 日か、9月。お休みなくても、もう仕事どうだったんや。いただきましたので、なるほど。なかなか、はい、じゃあちょっと、あれやね。ちょっと厳しいです。はい、まだ行けてないということで。でね、何プレイ予定なのって言ってますけど。プレイ、はい、ね、9月なんやろ ?15 や、お月見、まあまあまあ、それはもうデフォルトですよ。はい、チャンギーお帰りってね、うん、ありがとうございます。みんな優しいね。いや、ありがとうございます、本当に。窓マギどこでも打てるけど、対バギ見れへんやんってことで、まあ確かにね、台数的にはやっぱり窓マギの方が圧倒的に販売台数も多かったですからね。うん、かなり多いみたいですね。まあでもとりあえずね、ちょっとアンケート、6割ぐらい窓マギとりあえず見たいという方多かったから、6割とりあえずじゃあちょっと、うん、打っていきますね。タイバギはむしろ前々が打った方がいいで、でも今は窓マギ 1台でいいですよってね、スロのタイバギ遊戯説明書まさかの表紙8種類、土日はホール巡りになりそうです。そう、冊子ね、ホールに置いてある、はあ、実はキャラクターごとに置いてあって、キャラクターごと、はい、1枚、何だかな、主人公1個ずつと、でなんか組み合わせが何パターンかありましたね。それの需要性、いや、やっぱ好きなキャラとかおるしね。あ、やはり、いはるんですね。うん。私もちゃっかり持って帰ったけど、冊子。別のホールでね、対話にやったから、うん。ちょっと、冊子だけ見よう思ったら、いっぱい種類やったから、私は、左のハンジング浮かぶてるコテツちゃんが好きなんでね。あ、おじさん、名前が、うん、そうそう、コテツさん、コテツさんね、が大好きなんで、コテツさんと、ブルーローズのやつを持って帰りましたね。あ、これで一つなんですね。そうですね、はい、主役はね、なんか一人でした。 あと、そのグラサンかけたんがね、バーナビージュニア、バーナビーって言うんですけどね、バーナビーの冊子はなくなってました。いや、人気の度合い、やっぱり人気あんねんなと思って。やっぱりそういうことですよ、やっぱり、はい、夕方千日前のまだまぎ空き台結構あったわーってしてますね。あ、そうなんや。千日前のどのホールですかね。教えてくださいって。ちょっと気になる。夕方にね、そういう気になりますね。千日前なんで激戦区ですからね。まあ確かにね、ナンバー梅田はやっぱりこの周り多いからね、パチンコ店も。もうだって、ね、梅田やったらもうやっぱりいい顔しようのホール。こうめちゃくちゃ大きいホールあるしね。多いですからね。まあ、そことちょっと台数はね、もう比べもならへんぐらいで、だからね。まあそうですけど、ね。その代わりね、ちょっと質では頑張っていきたいよね。お、9月は敬老の日あるから、コスプレでお年寄りになってプレイしますか。お年寄りになって、わざわざ。おばあちゃんおじいちゃんプレイ、どこが面白いね。まあそういうことですけど、はい、まあ、スイカが来たんですけど。あ、スイカ来た。なんか煽ってはいるんですけどね。一応、今回のね、窓マギは、まあ、6号機扱いということで、一応、公約狙いの打ち方はね、左に、白バーでって言ったらいいかな、これ。白バーのこの窓かマギかの、はい、やつが書いてある、タイトル書いてるね、白バーがあるんですけど、これを狙って、まあ、チェリーが来たら、敵と、真ん中右は敵と打ちか。で、中段ジェリーも敵と打ちで、で、まあ、特殊役ね、チェリー、スイカ、ベルのパターンが左に止まっても、あ、敵と打ちでいいんや。なんか入りましたよ。チャンスゾーンですか、これは。そうそう、これね、ホムラちゃんが悪魔になる設定が私わかんないんでね、どうなんのっていう。僕もちょっとわかんないんですけど、これ、10ゲームの間に、子役、レア役でチャンスというふうに書いてますけど。おうおう、なるほど。子役が一体どのレベルの子役。これじゃあ、干渉遮断フィールドっていうのかな。ああ、そういう名前でしたね。毎ゲーム成立役に応じてボーナス抽選。ホームラ覚醒すれば成功。ボーナス期待度約 30% で書いてある。そうですね。10ゲーム継続で。一応、やっぱ一番期待度が高いのはチャンス目なんかな。チャンス目強チェ。で、その次がスイカ。で、弱チェ。なるほど。チャンス目。まあ、とりあえずレア役引き上がれってことやね。簡単に言い張りますよね、これ10ゲームっすよ。まあまあね、どうやって引くねんっていうね、はい、ここで覚醒すれば成功、ね、じゃあ、覚醒したらボーナスってことでいいんですかね。あ、そういうことになるんですかね、はい、これはおそらくですけどね、うん、まあ、あとはやっぱ設定差にもよると思うんですけど、まあ、直撃 AD もね、やっぱ あるみたいなんで、まあそれが頻繁に見るのであれば、まあ高設定かなと、うん、結構初代のやつやはり継承って書いてあるぐらいなんで、なるほど、やはりそういう直撃だったり、うん、そのチャンスゾーン、まあちょっと名前は違いますけど、はいはい、非常に初代を頑張って継承してる感はありますけどね。なるほど、うん、純像が何枚ぐらいでしたっけ。これ純像3枚って書いてますけど、3枚か、過去最高の、はい、純像枚数ですけど、はい、なんせ3枚数
管理型なので、そうそう、枚数管理型やね。枚数、そうですね、枚数管理型なので、はい、どうしてもそのおなんかめっちゃ増えたみたいな感じではないみたいです、ね。なるほど。一応まあ AT 入ったら初期枚数100万以上っていうねなってますけど。そういうことになりますね。外れました。そういうことですね。そんな前ね。そういうことです、ね。はい。難しい。じゃあ今日はあの小悪魔設定なのか。天使設定なのか分かんないですけど、いやマジで どんな、ね、俳優設定なっていうか分かんないですけど、はい、いや、まあ、言うてスイカでその、はい、初代もそうでしたけど、はい、まあ、その状態にもありましたけど、うん、スイカであのすぐ入る台はいい台、あーなんかねありますね、初代は、ままあ、ギカチャレンジ、まあ、はいはいはい、なんか非常に入りやすかった印象ありましたけどね。今毛がれたまったよでね、マドカはチャンスゾーンが本当に期待できる。チャンさんの覚醒はいつ？覚醒？覚醒？いつ？ホムラ悪魔登場で劇場初見の人みんな開いた口が塞がらない衝撃が走りましたよ。ああそうなんや。なんかあの今日打たれてた方でそのロングフレーズヒーターっていうのでなんかツイッターで結構あの上げてはる方が多かったんですけど、ロングフリーズ、ああ、そうそう、中間チェリーの一部です。そうです、なんかあれの話だけ見てたらもうホモラちゃんなんか悪者なんていうぐらいのレベルになってたからあれあれどういうことと思って、悪者っすか。いや私もねちょっとマドマギのその話全部見てないんであんまりわかんないんですけど、なんか劇場版えらいぶっ飛んでんなと思って、それだけの印象やったんですけどね。劇場版がぶっ飛んでるってことで、でも原作は特にぶっ飛んでるわけ、あ、ぶっ飛んでるか。しかめっ面窓かって、ね。今日の見せ場ゼロ。まあ、まだ始まったとこだから、もうちょっと待って、ね。まだ始まったとこだと思われますんで。呪いでも恨みでも希望ない存在、愛によって昇華した姿。あ、それがあれ？これが悪魔ホムラちゃん。えってこと？今さっきなんか連続演出が発展して、この何でしたかい、はい、これは。どこのこと？ちょっと調べながらね。ゾーンですか？この記憶の回廊っていう名前ですけど。全長の発生ゲーム数に注目ってなってますね。規定ゲーム数の全長は発生しやすいゲーム数が存在。下2桁が70から99で発生するのが基本。このあの記憶の回廊っていうんですかね。はい、これが前作で言う、前作じゃねえな。前作？初代で言う、円環の断り。あ、なるほど。一応下2桁が70から99以外での全長は直撃 AT に期待というふうに補足入ってますので、じゃあしっかり今70から90で80ゲームで入りましたよあの下以外やったらよかったね。そうですね、以外やったら、はい、まあ、大体その70から99でこのゲーム数入り、あのこのあれね、全長入りやすいということだよね。まあ、となるとこうこの時間このタイミングで入るということはもう、はい、いわゆるリセットかかってるとなるほど、あの100ゲーム以内に入って70ゲームから入れば、はい、確実にリセットかかってると。なるほど。まあその辺のねゲーム数もちょっとチェックしてもらえたらと思いますね。そうですね、チェックするとより楽しめるんじゃないかなと思われます。円環の断りに似たモードですよね。要はゲーム数で絶対に来る円環の断りってことですね。おそらくですよね。劇場版はゆりゆりしすぎなだけ。あ、そうなん。チャンさんあれじゃん、大好物やん、ゆりやったら。あ、なるほど、ゆりですか。ゆりゆり。これは僕はもう一回見ないといけない、ね、大好物やから。大好物です。ホムラはデビルマンと同じ仲間になります。マミさん VS ホムラがいい上乗せらしいですよーって言われてますね。そうなんですね。ちょっと AT ね入ったらいいな。そうですね、なんとかちょっと入れてみたいですね。これはそうですね、今の方コメントでいただきましたけど上乗せ特化ゾーンがね3種類あるみたいで、ホムラ VS マミさんが基本なのかな。であとクルミ割りの魔女で 悪魔ホムラゾーンで3つあるんですけど、まあ、悪魔ホムラゾーンが最上位の上乗せ特化。え、それ最上位ってか今ごめんなさい、私もちょっとね今回初見なんで、あの雑誌見ながらなんですけど、っていう風になってますね。初日にうちのこの店で入ってはる方いましたけど、はい、あ、そうですか。それが最上位かどうかが分かってなかった。あ、じゃあもうあの悪魔ホムラちゃんが出てたってこと？あ、出てました。もう画面いっぱいにも。あ、じゃあ最上位の上乗せ特化やったんですね。どうなんですかね。非常に楽しんで歌ってはりましたけど。ね、悪魔ホムラが良かったと思うよーってね。私の解釈ではホムラにとって今までの絶望すらマドカへの愛で愛おしいものらしい。ちょっとユリ感が半端ない、ね、ユリユリやな、まあ、確かに今だけの説明で聞くとかなりユリやな、ね、説明でユリなんで、まあ、これを見てホムラちゃんはあのマドカを救いたいっていう感じやったと思ってたんですけど、もう愛なの、好きってことでいいの。いや、セリフとかそういうの聞いてる限りでは、うん、あのもうユリなん。いや、愛ではないと思ったんですけど。あ、そうなん。ただ救いたいってあれやったん、ループ止めたいって感じに私思ってたんですよ、アニメ版の中
あれはね、印象は永遠にループは続いてたんで、正直どうなんて。そうだね、その連鎖を止めたいから、ホムラちゃんはあれやったんやね、確か、うん、あの契約したんやったよ ね、 そうですね、確かね、契約した理由がそういうことですね。マドカの不運を、そうだよね、その止めたくてなったのに永遠にループするっていうね。劇場版はでももう愛の方になってるのね。あ、そうなんですね。だから今ね、あの話、あのコメントをいただいた限りではね、ほうほうほう、デビホムってね、じゃあマギカラッシュ入れなそうだよな。ちょっと待って、まだ始まっ、いや、まあ、言うてもまあ、うん、大丈夫ですよ、大丈夫さ、大丈夫です、多分。ちなみに、はい、まだ僕が知らないだけで、天井っていうのは、はい、天井あんのかな、ちょっと待ってな、存在するんですかね。もう知ってはる方は知ってはるんでしょうけど、まあ、まあね、言うてまあまだ3日目2日目か、2日目ですね、まだ。天井は通常時最大699ゲーム消化でボーナスに当選。通常時ゲーム数はサブ液晶のものを参照してくださいとなるそうです。699消化したらボーナスが確定ですか、はい、AT はついてこない、はいはい、え、あ書いてない。ボーナス確定とは書いてますけど、それだけしか書いてない。あ、その先はわからない。そうそう、でさっきのあの干渉遮断フィールドっていうのかな、さっきのあのホムラがあの眠ってたやつ、はい、あれがあれよりあのキューベイチャレンジっていう方に入った方が、成功すればボーナス確定ということなんで、まあまあ突入時点でボーナス確定って書いてるから、まああのそのホムラちゃんの覚醒のよりは、キューベイのチャレンジの方が熱いみたいですね、さっきのやつ、ね、じゃあ入った時にもう確定してるんだから、何か引いてさらに上げろみたいな感じですね。キューベイチャンスみたいですよ。愛でも友情でもないユリナだけ。あ、そうだ。マドカは神様になってこの世から消えた、でホムラはそれが嫌なんよ。あ、そういうことなの。いや、嫌言うても消えたんでしょ。消えたんか。まあ、これはアニメ版で消えたってこと。アニメ版で確か、え、消えたよな、確か、え、どこまで。アルティメットさん。あ、そうですそうですそうです、700まで回せということか。まああの天井がまあそのあたりっていう感じなんで、まあまあもしかしたらプラスアルファあるかもしれんけどね。まああるかもしれないですよ。さすがに発動してる人は見なかったので。ねえ、窓マギって歴代スイカ弱いよね。どうですかちゃんに。え、誰ですか。え、窓かね。あ、歴代スイカが弱いと。ああ、窓マギ。まあ今さっきもスイカ引いて、まあ今回煽らなかったですけど。うん、やはり上は あれじゃないですか、煽ると上はいい。まあ初代なんかスイカがいい台はね、なんか設定良さそうっていうのはなんかね、はい、あったっけど、ありましたけどね、実際今回の筐体は画面がかなりワイド、あれっすね、 前作のあの何だっけ、ハーデス。そうですね、ハーデスと同じっすね。そうですね、ベッドババズーカやったかな、なんか筐体名があったと思うんですけど、そうそう、あのちょっと液晶が特殊というかね、そうですね、全画面になっちゃった。まあこれはこうなるともう男はね、あ、男はねじゃない、どういうことや、間違いなく やると思うんですけど、はい、ここに映ってるやつで横から覗く、あ、覗けんねや。いや多分ですよ、こうないかな。ワイドにするため丸めたユニバー、片や仏壇にしてしまった山さ。それはあれやな、鉄拳やな。対話には違うからね。そうです、対話には違う、普通の前のやつですよね、うん、もう鉄拳4はね、もうあれそう、お仏壇、まあまあちょっと強楽さんのあれっぽいけどね。どうですかね、実際に、あれも好きな人は好きでしょうし。今回はボーナス化けビッグあるん、あ、ボーナスは化けとビッグあるんですかって言ってますね。これ見る限りではボーナスオンリーかな、いやというかもう疑似母ではない。いや、一応エピソードボーナス、マギカボーナスってありますけどね。となるとこれはマギカボーナス自体が少ないんで、うん、名前がマギカボーナスなんで MB みたいな表現になってますけど、はい、やはり枚数少ない方をレギュラーで捉える人もいるかもしれないですね。まあでもエピソードボーナスは多分これフリーズじゃないよね。いや、じゃないと思う、普通に汚れたまったりとか。ああ、なるほど、そっちか。そういうのでおそらく解放したら、うんうん、もうAT もついてくるボーナスだと思われますけどね。エピソードボーナスに関してはもう設定差すごいからね。あ、そうなんですか。設定6だと3640分の1で、設定1だと7200分の1。 あ、倍ちゃうってことですね。すごいね、これ。これ引けるのかな。おつやおつや。ほらほら、そんなん言うてるから店長来たで。店長はもうね、タイバギをちょっと気になってるって前回の放送で言ってたから。
ああ、そうなんだ。言ってた。いや、じゃあもう、ね。まあ、派手っぽいけどね。まあ、僕はちょっとわからないんで、ほんとに。そうやね。判件がわからないかもね。いや、もう、全く見たことなくて。バケオンリーやぞーって、ね。ワイドにするため、バケオンリーなんやきついなーって言われてますね。まあこの辺だから、まあ SNS だけで見るとね、そのあんまりやっていう方もおられましたけど、そうです、ね、まあ今日、昨日のお客様のからの話では良かったって意見の方が多かったんですよね。非常に大きあたくさんの意見いただきましたよ。お、来た来た。返事来た。カメル君来たよ。流すたびに、はい。やっぱりお声聞きますから。あ、店長メダルありますよ。あ、ありがとうございます。あの、シャンギーが用意してくれてました。あの、そう、ちゃんとこの日のために映画を見直してきたんで。おお、さすが。昨日、ちゃんとさすがや。こっち、こっち、こっちですか。いや、こっちでしょ。あ、こっち。いや、もう、あの、ハメル君、タイバギのガチ勢やから。え、マジですか。判件知らんとかもちょっといけてないですね。いや、本当にわからなくて。いや、対話におもろいよね、ハメル君ね。もう、これはほんまにおもろいよ。ちゃんと小冊子持ってきたんだ。さすが。ちなみに、あれ、小冊子、誰のやつ？スカイハイス。あ、さすが。ありがとう。ありがとう。そしてありがとう。行きましょう。わからん。はい、じゃあ行きましょう。対話にもね、じゃあこれで、ここからじゃあ2台でやっていきまーす。対話に高設定ポイント打ったけど、鉄拳4よりはマシやった。AT 中、ボナカク上げても、無抽選みたいな挙動はしてたよとかね。ああ、もうこれじゃあ対話に打たれた方ですね。小鉄さん可愛すぎて好き。私も小鉄派です。あ、わかる？わかります、わかります。ハメル君はキャラクターの中やったら誰がいいの？え、こんなかすか？うん。女子？いや、まあ、ブルーローズは可愛いです。ブルーローズ可愛いよね。ツンデレやし。あの、小鉄にメロメロになるのが面白いよね。あ、そうっすね。ね。そうっすね。あれはいいですね。かわいいね。まあ一応、アイドルっていうかね、歌手やないけどね、ブルーローズ。そうっすね。そうそう、チャンギーはあの、窓マギの判件は知ってんのに、対話には知らへん言うてさっき。知らないっす。窓マギの方が見たことない。えそうそう、ここ、絶対趣味合わへんよな、二人。だって、いや、窓マギは見ると思うんすけど。ね。関係知ってる店長がいるってことは期待できる。いや、もうぜひ、このね、対話にもあんまりね、その導入ダイスないんでね、梅北貴重やと思いますよ。そうですね。はい。ドラゴンキットやる。あ、ドラゴンキットももちろんいい子。めちゃくちゃいい子やけどね。はい。対話にの表紙8種類全部集めて1枚の絵にしようって。あ、もう持って帰ってください。ぜひぜひ、キャラクターごとにね、冊子ありますんで。一応、対話着に関しては、そうそう、これちょっとね、ボーナスの種類が、なんか結構あったよね。4種類ぐらいありますね。ねえ。まあ、ビッグボーナス。うん。はい。なんか、パチンコみたいな感じのスペック。ほうほうほう。あ、そっか、引けば、まあ、ST みたいな感じでいいんかな。そうですね。はい。30ゲーム間でボーナスついたら、またその30ゲーム間が戻ってくる。で、ループって感じでしたよね。確かね。まあちょっとね、窓マギとは全然ゲーム性がまた違うので、面白そうかなとは思うんですけど。まあ対話にも基本的には、左リールは、これバーでいいんかな？これは、そうですね、バー狙いになります。バー狙いでいいですね。まあ大体スイカが落ちてくる以外は適当打ちで大丈夫みたいなので、もし打たれよかったらそこだけ注意していただいてね。対話にのオカマ名前なんやったっけエンブレムや、そうや。ファイヤーンっていうやつね。でもあの人もね、劇場版ではすごい悲しい役やからな。ぜひ見てもらいたい。タイバニアリアタイ放送時期待されてなかったのに、その時のダークホースと。いやでも今何やったっけな、 NHK かなんかでアニメランキングっていうのをなんかやった時にあれやったね。でタイバニアって1位か2位取ったんですよ。何かネットで、そうそう、後々に残したいみたいなアニメランク、そうそう、1位かなんかでしたよ。ファイヤーエンブレムゲームみたいな、ゲームあったね、確かに。ファイヤーエンブレムは好きです。そうそう、紋章の謎みたいなあったね、確かに。結構ね、キャラクターがすごい一人一人こう個性があって面白いんですけどね。すごいね、こうもうゴリ、まあゴリゴリ言うたらあかんけど、まあアメコミ系とこう萌え萌え系というかね、ゆりゆり系ってさっき言ってたけど、みんな。ゆりゆりなんかね、まとまにゆりゆりしてるそうですよ、劇場版は。ゆりゆりしてる。ゆりゆりしてます、ゆりゆり。
ゆるゆるしてる。それに萌えって感じ。もうそれに萌え。そう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 。だいぶ変な人した。いやいや変な人。いやもうチャンギーはねゆりがもう大好物やから。ゆり好きですね。そうそうそう。そらチョコがけもするわよ。そうそうそう。チョコがけもするし。え聞きました？ハメルさん、ハメルさん。チャンギーのプレイ。前回は聞きましたよ。ほんまにいっぱいあるからね。もうすごいよね。まあまあ、楽しんでやってるって、ね、その人気で作った劇場版が滑った。そんなことないよ、映画版図めちゃくちゃ良かったよ。めっちゃですいや、ほんとほんと、ビギニングとライジングがあってね、ビギニングっていうのはちょっと編集編総集編プラスちょっと新作みたいな感じだったんですよね。ちょっと飛ばしましたね。そう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 。で、あれライジングの方がその新しいキャラクターが出たりとかね、そのファイアーエンブレムさんのなんか過去みたいなが、ね、ちょっと出てやりとか、ね、うん、もうめっちゃ見に行ったけどね、私ね、牛角の存在感。いやあれわかりますわ。あれだけ告知力強い。そう、あの極太みたいなね、日清のとか。そう、このアニメのちょっとね、さっきあのチャンさんにもお話ししとったんやけど、本間もんのスポンサーがついてるっていうのがすごかったんですよね。そうですね。当時で言うと、まあもちろんその他局とかもう今放送するときはちょっともうスポンサーのロゴ消えちゃってるんやけど。そうそう、多分あのなんか断念契約とかあるんちゃいます。多分。あ、ないですね。ないでしょ。そうそう。ついてるんですか。当時やったらその小鉄さんがあのソフトバンクとか。で、バーナビーさんやったらバンダイとかなんかあったかな。スカイハイやったら、当時はあのユーストリームというのが流行ってたんで、ユーストリームがこうバーンとロゴになったりとかね。ブルーローズさんはあのペプシやね、ペプシとか。そうそうそう。ちょっともうなんかめっちゃスポンサーついてるヒーローとかもったから、ちょっといろいろ忘れたけど。そう、それがね、すごい斬新やったんですよね。確かにロゴないわ。ちょっと残念やけど。なかった。寂しいですちょっと寂しいねそうなんですよ、本間もんのあのスポンサーがねついてるのが特徴でしたね。対話に俺も知らん、窓まぎ知ったな、作者の先生の日だまりスケッチ。いやー、対話にほんと見てほしい。あのこれ子供より大人に見てほしいね、本当に。巨人像面白い、本当に面白いよ。好きやでどんぶりもらえたような対話にの放送あ、そうなんや。このスロットもロゴは消失してるって、まあそらしゃあないね。うん、台場にタイアップたくさんあったやつかってね。まあなんかさっきね、あのコメントしましたけど、まあ有名なとこやったらそのソフトバンクとかバンダイとかね。あとね、だからその牛角もあったし。覚えてんの、あの耳目のとこにカルビーって感じ。あ、それカルビーや、そうや、ドラゴンキッドか。そうですね。あとね、劇場版でも若干スポンサー変わったりとかしてたんでね、本当になんかいっぱいありましたよ。一流企業ばっかり。そう。250ゲーム回して当たりゼロ。チャンさん、もうそろそろ当てんとあかんのじゃん。そうっすね、そうっすね。え、ハメルの名前あげようか。もうこれね、ちゃん、まあ、ある意味ハメルちゃんにやけど。まさかの由来それでした。違うハメル。あ、そうそう、そっちね。はい、そうそう、ハメル君のハメルは台は当てないハメルやけど、ちゃんにの方はちょっと違うハメルになる。そうそう、岩井になってしまう。そうそう、ハメルさんのちゃんにを見る目が今後心配。ライチングは劇場版見に行ったわーってね。スローだからロゴないかも。でね、米台湾に多い。そかに窓マギより人気。いやー、半券はね、やっぱり窓マギはやっぱり半券的にはもうこれ3作目になりますもんね。そうですね。まあまあ劇場版ですけどね。まあでもやっぱり台湾にの方がちょっと珍しいのはあるよね。入ってる店がやっぱ少ないだけで。そうそう。ロックバイソンは牛角とスキヤ。あ、そう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 。スキヤ入ってましたっけ。スキヤもうなんかね、左肩か右肩か忘れたけど、よくあったような気がする。あとなんかその劇場版ではその日清とかになってたりとかしてたのが面白かったな。あとあれがおったね、だけど、あの、手裏剣シュッシュッシュってやる子、名前忘れた。ド忘れした。ほんとね、いろんなほんまにヒーローがおるとほんまおもろかったんやけどな。あれ、名前何やったっけな。折り紙や。折り紙サイクロン。そう、折り紙サイクロン。出てくる。ヒーローの中ではちょっと一番最弱なんですけどね。最弱。でもイケメンでしたよ。そうそう、イケメンでね、めちゃくちゃなんか気難しいとか、なんか、すごい、おとなしい、こうやったけどね。そうそう、折り紙先輩ね。見切れ。そうそう、よう知ってんな、みんなやっぱり。すごいね。見てるんでしょうね。みんなやっぱすごいわ。リアルタイム見てた世代やな。そう、忍者、忍者。コピー能力をね、持ってるんやけどね。なんか潜入捜査とかはね、折り紙先輩やってたね。折り紙先輩は女性受けしてたよね。そうですね。ハ
カメルー君はアマデジを3周分はめたんだっけ。違いますよ、勘違いですよ。アマデジ、マックス、ライトミドルです、はい、覚えてるじゃん、はい、そう、ハメルー君はどれで当てんのかっていうのなんかやったような気がするわ。全部当たらなかった、これも当たらなかった。そうそう、お、サクセス成功。当たったんですかね。これね、チャンスゾーンやったらどうやろう、ボーナスなのかな。え、チャンスゾーン、あ、チャンス、あ、お、またここ行くんやね。そう、これで成功したらボーナス。そうです、そうです、ボーナス期待度が40から 66%。 リプレイをしたな。で、このチャンスゾーンも4つあるんで、期待度がこの楽屋泥棒が一番ちょっと期待度低いかな。はい、そうですね、一番高いのはあのライオンの像のね、チャンスゾーンとダイヤモンドの鎧を着た悪党のゾーンがあるので、それに入ればもう6割超え。チャンスゾーンやる。そうそうそう、チャンスゾーン。なんか引いた。引いた、強チェですね。強チェ、強チェ。ちゃんに先にハメ君当てられるんじゃ、当てられるんじゃないですかこれ普通に。まあもちろんそのね、高額とかでも変わるやろうけど。でも今強チェ引いたってことは、いやでもなんもないんかな。え、リプレイじゃダメなんですか、ね、一応先ほど上がったと思う。そうね、意外とリプより子役の方がボナ入るんだよな、そのチャンスと思って。あのこのね、栽培の方ね、いやちょっとどっちか AD 入れてほしい。もしくはもうハメル君のボーナスみたい。 いけそう。また当たる。リプレイ引けばいけると思います。リプレイ頑張れ。あと3ゲーム。あ、引いたんじゃないですか。おお、成功。おお、先にやってた。ありがとうございます。チャンにハメル君あれちゃうか、継承されるんちゃうか。継承で。ほんまげ、普通に当たんない。頑張れ頑張れ。当たんね。さあボーナス。おう、ブルーローズライブがいいな。ブルーローズライブがいいな。ボーナス速攻。レギュラーか。レギュラーか。レギュラーやった。レギュラー、レギュラーの補足ちょっと書いてないですけどね。昇格とかはないのか。平均獲得え、ちゃん何してんの。いやいや、さっきの案件窓マギ右来てる人多かったやんって言われたけど、いやほんとそうやで、ね、最初は窓マギやったんやね。当たってほしい。買い場にはレギュラーから AD 入るんかな。その辺がわかんない。そうですね、雑誌でもね、ざっくりそこカットされてるんで。ちょっと、ま、見ましょうか。まあでもボーナスから一応 AT のリンクにはなってるから、もしかしたらあるかもしれませんけど ね、 ちょっと全くなかったらちょっと、ちょっとね、もういらんよってなるよな。はめる側出たら嘘だろ。あ、レギュラーか、ほめちゃくちゃ言うよ。ライガンのバーニーだけ。めっちゃ発音良かった。そうそう、いやいや、これあのナレーションの方本当ね、あのすごいね、発音がいいんですよ。レグからはきついでね。対話にでの私の推しはヒーロー TV の B1 プロデューサーアニエス様、あの女の方ね、はい、女王様ね、美人さんですね。そうです、あの人もね仕事できる方ですからね。実況が好きですね。あ、そうやね、いいですよね、急にあの始まる実況がいいよね。これね、今バディステージなんで超広角か。レギュラー後にこれに行くって感じですね。じゃあですね、一応超広角は確定っぽいですけどね、このバディステージはね。ここでまたじゃあレア役引くとかかな。フォーチューさん普通になんもなかった。とりあえず窓マギも対マギも AT 入らないとメダル増えないぞ。そらそうや。そのごもっとも。始まりやったらもうそんなもん。ビッグ中に初窓みたいに広角を上乗せしてバー揃えないと、ね、とりあえず2人どっちか当ててね。2人とも引き弱いんだから。いや当たった。いやまあレギュラーやからな。いやいやレギュラーやからさ。そうなんだね。とりあえず AT はあできますね。そうそうそう、 AT ちょっと見たいよね。マドマギがな、動きがあんまないからな。引いてはいますよ。引いてはいる。あのレア役ねえ、やっぱり上乗せとか神とか見たいもんな。そうですねえ、なんとか汚れもね、まあ汚れが溜まるときはあれか、通常時 AT 中のハズレかチャンスゾーン失敗かゲーム数ハマりでいいのかな。
はい、これが汚れ蓄積ケーキってなってますね。売ってる人汚れてるじゃん。お前ね、もうボロボロでドロドロに汚れてるわ。汚れ溜まってるやん。お前は、早発動しなさい。どうやってどうやって発動するの。レギュラーなんかあるある探検隊じゃいって言われた。お前ね、ほんまに多い多い多いよ。今日スロット放送やのに関東より人数多いよって言われてました。あ、そうなんや。関東は確か今日北斗やもんな。昨日もやってたからね、北斗。スロットは一応関西も初放送になるんでね。まあやっぱ見たいよね、寝台はね。やっぱり。そうそう。まあ、本当に、1時間ちょっとやからなんともやけど、まあまあゲームフローだけお見せできたらもう、いいかなとは思ってんねんけどね。あ、これアンドロイドの演習ですね。そうですね。一応これは全役でチャンス。ね、いやー、このアンドロイドちゃんもね、スカイハイさんとのちょっと。いや、ここ全然覚えてないです、ね。え、ほんまに？はい。スカイハイが恋するんですよね、このアンドロイドさんに。アンドロイドさんと知らずにね。そうそう。公園で出会うんやったかな、確か。問題は2人の引きですね。まどまぎは今回 AT 中残りゲームではなくて枚数表示なのが残念でしたってことね。まあ枚数管理って言ってたもんね、さっきね。信頼見たいけど全然当ててくれませんもんね。引きの弱い放送が多いですけども、最後までお付き合いください。じゃあチャンスなんじゃないですか。でもあ、やばい、わかんないですけど黄色まで行ってる。黄色でしたね。黄色。あ、めっちゃで。あ、バーナビー来た。かっこええな、バーナビー。普通に当たってる。ボーナス。まあまあ、もうビッグで。ビッグで。まどまぎ、枚数管理はいいんですが、10枚乗せが多すぎる。はい、10枚乗せ。ボーナス。はい。イエーイ、白だな。普通のビッグボーナスでしたね。ブルーローズライブではなかった。そんな甘ないか。一応、タイガー&バギーに関してはね、ボーナス設定、高設定が157分の1、AT 発当たりが331分の1か。で、低設定だと229分の1と684分の1だから、設定やっぱ低設定だとだいぶ重いね、AT。600分の1は。300分の1。うん。で、まあ、ちょっとこう、あれやね、ある程度ちょっと設定カンパができればね、いいなという感じですね。モナより AT 見せてくれ、ハメルくんってやけどね。こんな曲ありましたっけ。あるある。アニメ版は覚えてないんちゃう。もうオリオンなぞるしか覚えてない。あれはもうだってオープニングの最初やもんね。これね、多分、2期のオープニングかな。2期のオープニングやと思いますね。いや、めっちゃ懐かしいわ、これ。ほんまに。そうなんです。うるさい言われるかもしれない。いやいや、マックス音量はめるライブになっとるやないか。あ、これでなんかそれカットインね、揃ったらいいんか。そう、あれだ、これが言ったら9ゲームだったら。ああ、ごめんな、もう私ほんまにタイバギ好きすぎるから、もうごめん、今までそんなにアニメ半券知識なかったけど、タイバギだけはちょっと任して、ほんま。あ、入れたんすね。スカイハイっていいやつで強くてハンサムなのにアホなんだよって。天然なんよね、めちゃくちゃ。ただでも、ヒーローの中ではナンバーワンやからね、人気も実力も。すごい優しい人よね。え、ハメルさん、スカイハイのあの救いのない悲しい話知らないの？それはちょっとアニメ版見ながら、5ゲーム。なんか当たったかと思いました。ごめんね、高確率5ゲームね。あ、それが。そういうことね。台湾にやってた時は聖魂のクエイサーというかなとか、ヒダのアリア見てたな。まあ同じ時期ですもんね。これ揃えたら AT か。次のビッグでオリオンをなぞる流れるよーってやってますね。聞きたい聞きたい。あ、そのですね。ユニスク聞きたいわ。子役引いて広角は乗せしましょう。ブルーローズの胸はかなりの寄せてあげてるってやってますけどね。まあ、でもまあ普通の私服の衣装の時もまあまああれやけどね、大きいと思うけどね。ボナの感じはまどまぎの高確率ゲーム数する、ゲーム数する感じなんだよね、って言ってますね。やばいっすね。やっぱなかなかやっぱ AT 重たいんかな。あったよ。これ赤じゃない？チャンス。お願いします。
お願いします。あーったやったよ、グッドラックタイム入った。 AT 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 おい、窓マギ頑張れよ。マジ何も当たってない。窓マギ頑張れよ。さっき AT やで。お前お前もうほんまに違う意味ではめとんちゃうぞほんま。いや順調にはまってますけど。はい、ここから30ゲームプラスアルファ継続のグッドラックタイム、ST タイプになってます。ハメル君、なんか天井なって返上やね。いや僕スロットではハメてないんで。さっきはしました。アマデジとライトフィールドマックスやね。来、はい、たーってやってるね。オリオン聞きたい、頑張ってハメルさん。次ここでボーナス引いてオリオン。そうですね、オリオンナブル対番に今度打とうっとってね。 ST は何引いたらいいんですか。確率そうやね、一応ボーナス確率が58分の1から13分の1で、なるんですけど、まあ、ナビレベルがレベル1、2、3で純増枚数がちょっと変わるシステムで、ちょっとこれ今までと違うシステムですよね。 AT のナビレベルが上がるほど推し順ベル成立時の推し順ナビ発生割合がアップ。レベル3は純増約 4.0。 なんか AT 中とボーナスと、お、なんか来たよ。あ、これ58分の1か、これレベル1かな、はい、じゃあで、また AT 中のボーナス当選率はボーナス確率によって変化。ボーナス確率が高いほど AT とボーナスのループ期待度が高まる。あとナビレベル2以上は AT 継続確定ということですね。だから今1やからこれ2まで上がれば、これ2ですか。いや、これはボーナス確率まだ1じゃない。あ、うん、1。多分波レベル1でボーナス確率上がっただけです。そうですね、 50% ってことですね。窓かボーナスめっちゃ軽いやろ、ジャグラーのビッグより軽いのに当ててって言われた。いや、それほんまですかそれ。あれ見ようか。あの、一応解析値出てたと思うよ。一応見てもらっていいですか。マギカボーナスは、天使設定やったら214分の1。まあ悪魔設定やったら285分の1。いや、まあ、でボーナス AT 合算は、まあ、天使設定やったら123分の1、まあ、悪魔設定やったら187分の1。まあ123分の1だったら、まあジャグラーやわな。4倍ハマってますけど。お前返せよお前。なんか普通に終わってんな。いや終わってそれだって AT と通常時タイバギやってたときはタイバギの絵がジョジョみたいで一話切りしてたなぁ。まあでもアメコミやからね、この絵がどっちかと言ったら、ね、言うても見ていったら慣れますけどね。いやもう全然、私ね、私もね実はちょっとジョジョの演技が手なんですけど。あ、そうですか。そうなんですよ、タイバギはね全然いけたね、スッといけた。僕 LA 最初苦手やったスタードライバー。あ、本当ですか。あ、スタードラね。あれ苦手やったんですけど、ちょっとキラキラしてるしね、はい、全然良かった。私このタイバギの、お、ボーナス。いやいやいや、来た、ボーナス来ましたね。なんか引いたよっていう。あ、そういうことかよ、京子ちゃんね。これなんか京子。 いや、多分、あ、京子じゃないですか。京子、京子行きましょう。前場中に京子行きます。やっとちょっとタイバギの方が派手やから頑張って。あ、レインボーなってる。え、当たったと。折り紙さん来た。あ、ヒーローボーナス当たりましたね。はい、ボーナス当選で、ここでボーナス引いたからまた、AT またですね、これでまた戻るってことなんです。はい、あ、でもこれでもちょっとタイマギのゲーム性面白いかもね。ちょっとほんまにあんまり今までにない感じやもんね。そうですね、乗っていった頃面白いと思います。実際レギュラーボーナスってね、これはレギュラーみたいなもんですね。下ドラは全てが尊い。そうそう、だからタイバギの作者の話しようと思ったら、今ちょっとボーナス入ってんけど、桂正和先生っていうね、もうすごい、あの女の子の絵がめちゃくちゃうまい先生がいるんですよ、はい、その先生の絵がすごい好きで、あのタイバギ見出したんですけどね。だからブルーローズとか、あのほんまにおりそうなね、女の子の質感やから、あれがいいなと思いました、はい、ウィングマン、そうそう、まあ昔が80年代ですよね、ウィングマンとか。あとまあやっぱりジャンプのね、あの漫画書いてはりましたからね。ああ、そうなんですね。そうそうそう、90年代やったら、まあね、アイズとか、あと何だっけ、ビデオガールか、あの辺が有名ですけどね。アイズもそうそう、私がだから学生時代がアイズ流行ってたんで、感覚はトータルイクリプスだよ。あ、ラグランジェね、ラグランジェっぽいって言われてますね。25分の1まで上げて子役3回引いてスルーしちゃったっけよって言われますね。エグいですね。それは辛い。
レベルじゃあそれは2やったんかな、レベル3やったんかな、さっきのも継続してるっすね、うん、最近ゴスロで遊べる店減ってるような気がするとかと思いますけどね。まあでもね、梅北店はあのゴスロを復活しましたんでね、やっぱ手貸しでもね遊べるお店、いいお店かなと思いますのでね、ぜひあのスロ線もお近くにね来られた際は遊びに来てもらえたら嬉しいですね。大阪はゴスロ廃止にした店が逆に増えてるよって方もおられますね。地域的にもよんのかな。合図もビデオガール見たらエロとか言われたね。そうですね、確かにエロいだけじゃないんやけどね。鳥山明と友達の、あ、Z マンもありますね。そうですね。ああ、いいそうですね。Z マンね。Z マンは確かパチンコなってたもんね。なってましたね。富士商事さんいたかな。鳥山明と友達の桂正和さん。ああ、そうなんや。まあ、同じ時期にね、こう、書いてはったんで、面識はありそうやね。スタドラと A 一緒の人なの？スタドラは全話見てたよ。スタドラって、桂先生やったんかな？違うような気するけどな、はい、独特やったっすね。おまあまあスタドラはあの夕方やってたからな、なんか私もなんとなく見てたけど、まああとはあの中の人が有名やったからそれで見てた人も多かったかもしれへんな、ね、ゲームデザインどうやったかなスタドラ。キャラデザインは多分違う人かな、スタドラはちゃうちゃうってね。ハメルコ終わりそうじゃない、はい、終わりそうはいじゃねえわウィングマンパチもスロもあったね。パチンコはね覚えてますね。ちゃんにもこれまた10ゲーム間のやつ来たやん。そうです、やっとちょっと終わったね、ハメルコあれこっちが終わってチャンスあれ続くってことですね。まあラスト2ゲーム、あーラスト2ゲーム、これで目覚めたらええんかな、どっちも部屋役で AT 引き物どっちも目覚めたらええんかな。いや目覚めないよこっちは。ハメル君とチャンギンにお願いがあります。ゼロから始める異世界生活の目押し講座やってほしい。目押し講座目押し講座、あでも赤やね、これ広角かな。そうですね、まだ大丈夫です。一応ね、さっきの3人は女の子のあのくくりになってますけど、一人はおっさんですからね。まあまあ、自分でオカマ言うてますから。そう、オカマちゃんやから。オカマは最強言うてますから。そうそうそう、オカマは最強やから。ハメル君、しょっぱいって言われた。しょっぱいですね。うん。ウィングマンはあの絵でもエロく感じたよね。なんかね、その、質感やね。すごいなと思う。流れ星流れたらいいのかな。さっきからちゃんにはさ、汚れめっちゃ溜まってるけど、全く解放せんな。ね、自分の解放が先やから。どこで解放する気なんでしょうね。お前やわ。どこでしましょうか。お前梅田のどこで解放すんねやろな。どうやま？キラボスって言われる。どうやまな。もうそれ言うたらもう終わりですよ。もうこれあげますよ。いっぱいあるやん。いお前はもうで、まあまあそれなりに出てるもんな。まさかの一泊なくなる。一応なんかさっきので200万、250枚か。250枚ですね。いやオリオン聞きたかったね。いやちょっと申し訳ないです、ね。レギュラーみたいだと思う。残念。まあでも、なんかちゃんと主題歌入ってんのにちょっとホッとしたな。ね、たまにちょっと版権使えないとかで、こう、オリジナル楽曲になるパターンとかもありますけどね。それはそれでいいんやけど、やっぱり。歌なしのやつとかは寂しいですね。そうですね、はい。インストゥルメンタルっていうかな。あれは嫌やな。チャンさん550ハマってるやん。いや、もうほんと。まどか1回も当たり引けず放送終了はマジでやめてください。天井行きますか、とりあえず。ほんま？あれなん、高設定やったから、あれだから、天井行くんかな。僕の設定がちょっと。やばい。僕の設定がちょっと。汚れすぎて。そうです。誰も放出してくれない。全然当たる気配が。ほんまかいなよ。そうか。もうフリーズ引くしかないんじゃ。フリーズフリーズ引くしかないんじゃ。いや、引けるフリーズ引くしかないで。確率わかんないんですけど。フリーズどうやろうね、うん。でも最近は6万5千分の1じゃないパターンの多いもんね。多分引けないんじゃないですか。無理か。諦めてる。諦めた。逆に。諦めよったわ。いやー。そっか、さっきのもボーナス期待度ね。まあまあ、さっきの 30% ぐらいからな。そうっす。チャンならロングフリーズ弾けるはずや、頑張れ。もう窓か、あと100回転で天井やぞ。
天井で何でしたっけ、ボーナス。天井でボーナス。ボーナス。AC 見せれない。そうそうそう、恩恵が699ゲーム消化でボーナスに当選。ボーナスに当選。頑張ってください。頑張れ。とりあえず当てます。うん、とりあえず。チャンさんの今までで一番のプレーを教えてもらえますか。一番のプレイ。はい。ですか。はい。いやもう今のこのユリですよね。なかなかね、あのそういう女性とまぐわう感じのあの呼んどいて女性同士のねまぐわいを仁王立ちで見るってなかなかないですよ、本当。だいぶイカれたじゃん。うん、ちょっとおかしな人ですよ、ね。やばいよ、ね。梅田のエチエチな店しか入ってない例のビルってね。まどか初志田なのに黒歴史なるで今日って言われてるね。ならないようにちょっとなんとか。だからまあ店長来てからはもうタイバギの方がちょっとメインになってしまったけど。いやいいんじゃないですかそれも。いや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 、まあ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 でもね。どっちもやっぱり信頼なんで。そう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 。もうちょっとそっちは見せてほしいかな。そうやな。やっぱりね台数的にもやっぱ8で入ってるからね。そうなんですよね。ちょっとやっぱねアピールしたい。メインどころ。ユリを腕組んでみるってほんまにやばいよな。頭いかれてるって。コメントでも。なんかあのハメル店長ちゃんぎんぎんでこう9月のなんかやってほしいプレーみたいなありますか。なんかもう好きにしてって感じ。好きにして引くしって。そうそうですよね。いやもう、ね、もう9月何やろ、もうお月見しかもうあれやわ、もう頭にないわなんかね。なんかた、うん、15夜。15夜ですね。ねえ、窓マギかってね。ちゃんぎんは靴下の人やったよねって言ってますね。そう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 、裸に靴下の。昨日もでも消えていきましたからね。嘘。え、でもなんかさっき聞いたら9月入ってから店行ったんですかって言ってないってなかった。いや行ってはないですよ。行ってはないけど消えてった。消えましたね。昨日も主任とも3人で飯行ったんですよ。ああそうなんですか。で主任と帰る方向一緒なんで。おう、まあ、やっぱチャンーだけどっか行ったシューって帰ってった。確かに消えましたね。違うとこ途中でお前どこ行くねんって、うん、寮の方向一緒のはずやのにこっちなんで。またこっちなんで単独行動好きやな。確実に消えましたもんね。確かにしたな。なんか普通に台場に見てみようと思うけど、どんなところが面白いですか、ハメル天井。どんなところ、やっぱり、なんですかね、能力系じゃないですかね。はいはいはい。とりあえず、まあうんうん、キャラクターに能力あったらおもろいと思ってるの僕。それヒーローアカデミアもあれやね。あ、そうですね。まあ、まあ、先にね、台場にの方が多分始まったんやけど、そうやね、そういうなんかこう、ヒーロー、まあ、キャラクターが好きっていうね、その、そういうヒーローっていう、こう、モチーフにしてるのも面白いですけどね。私結構このアニメ深いと思ってて、結構人間性がすごい出るというか、あの本当にね、世のねお父さんに見てほしいこの番組は。あの小鉄さんではね、あのやっぱあの言うたらやっぱりフル株のねサラリーマンと考えてもらったらいいかな。やっぱちょっとこうね、やっぱ若手にこう押されて、もうちょっと窓際族みたいなね。あのすごいちょっと不遇な扱いを受けるんですけどね、まあ、それに引き換えこう台湾あのバーナビーさんはこうスーパールーキーでもうやっぱりエースですよね。もうキャッ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 言われてもキャーみたいな。そう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 、もうやっぱりそれなりに活躍もするからみんなこう、ね、持ち上げるし、でその2人が組むとどうなるかっていうね。そうそう、面白いところですよ本当。なかなかねその窓際族のこうお父さんとね、あの新卒もエースが組むなんてなかなかないと思うんですけど、まあ、そこのこう化学融合がどうなるかっていうね。だからバーナビーも最初はすごい嫌なやつやったんですけど、鼻にかけるような、けど結構ねこうそういうおじさんと一緒におることでなんかこういい風に変わっていくっていうのがなんかあええなと思いましたね。だからお父さんに見てほしいこのアニメは。天井の前にチャンスゾーン来た、やばいこれチャンスは。やばいやばい。天井うーわ。なんかもう天井まっしぐらです。なんか天井の前のチャンスゾーンで当てそう。いや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 。いやあのバツイチ落ち目のベテランとエリートルーキー。あのバツイチっていうかね、あれ奥さんがね病気で亡くなったんですよね。亡くなってるだけです。そうそうそう、バツイチではないのよね。子供も実は能力者やったっていうね。それは劇場版でわかるんですけどね。トワルは能力者多すぎて覚えれない。あ、トワルなんとかシリーズすごい多いもんね。確かに。うわ、天井確定やん。ある意味やったな。いや、いや逆にでも、ね、
誰しもが1回行くと思う。まあまあもちろんね、売ってたらな。チャギ初打ちで、天井はやばいね、はい、でも。汚れたまりまくったからちょっと楽しみでね。あとかおばあちゃんが預かってたね。そうそうね。まあそのおかげでちょっと娘さんにもね、そのヒーローっていうのを隠してせなあかんかったんやけどね。そうそう、それがちょっと娘さんとの確執温存やけど、まあなんかそういうのも含めてこう劇場版まで見てもらえたらいいかなとか思うけどね。これがおはてんやで。いやもう間違いないね、ちゃんにね。いやもうおはてんです、おはてん、ま、急いで回せちゃんに、天井はすぐそこだと言うと。もう頑張ってね、まあまあチャンギーの天井まで放送お願いします。まあまあ言うてももうちょっとやからな。うん、早いですね。初心者の方、これがおはてんだから覚えときやーって言われて。もし引いてしまってもなんかもう、それだけ、自分だけじゃないって思えると思う。あ、チャンギーも引いてたわ。引いてたやつおったな。寝台のシラ速攻やらかしたやつおったな、はい、ちゃんと思い出してもらえれば。これが天使設定ですって言われた。じゃあ、あのね、ほんまね、でも言いたいのがね、やっぱそのね、設定、もちろん設定大事なんやけど、もう高設定でも朝一からガンガンハマる時もあるからね。いや、まさに。いや、もう本当に分からへんよ。もう、お店もだからもちろんね、その、お客さんにやっぱいい顔してもらいたいからさ、やっぱね、あの、いい設定入ってたとしてもさ、お客さんにわーって文句言われて、後で見たら、あれ、めっちゃいい設定やったのになっていうこともあるって聞いてるからね。いや、本当だから、大変よ、その機械って本当に。うわ、当たるんちゃん、熱いんちゃん、熱いんちゃん。ゲーム数、ゲーム数見てください。今何ゲーム？今ね、671。え、やば、もう天井前やん。いや、もう、当たるんちゃん。これ天井じゃないんですかね。天井なのかな。でも699からって書いてるけど。あ、カラ、あつ、え？カラ。え、それ20ゲームぐらい回すってこと？ですかね。これ全長やね。当たらんかったらもう確定です。そうやね。下二桁70から99の発生やからね。うん、今じゃあ入ってるんか。おそらくとしか言わないですけど。逆にここで当たる方がクソだるいよね。今日のサムネはやらかしたチャンサーでお願いします。いやもう めっちゃ熱いの来たんですけど。いやーこれ当たるやん。天井前に当たるやん。これやばいやつじゃないんですか。今これ600だもん。91？え、681。81か。天井行く前に当たるんじゃんこれ。いやもうめっちゃ熱い。チャンス。いや。いやもう赤やな。やばいな。赤いですけど。もうやばい。おめでとう。いやもう、あーもうレインボーなってもうた。あーあーあーあチャンタイマン発動や。あーあーあーもうあーあーしか言えないもうためらったね。天井も見せるためらえよちょっとは。あー何ですか MB レギュラーもうつらいわ。マギガボーナス、まあそらそうやな、エピソードはなんか危険はな。684ゲーム。天井マジか。天井マジか。あ、またチャンスゾーン入りましたね、ハメル君は。天井恩恵あんのこれ。天井はボーナス確定っていう風になってますけど、あ、でも金これ。いや、違うと思う。関係ないの？多分関係ないと思う。ボーナス中ちょっと見ようか。そうですね。ボーナス初めてやもんね、アウトマーケー。初ボーナス？初ボーナス、初ボーナス。もう、切なすぎる。ボーナスは、ソウルジェムのランクアップを目指す。3つのソウルジェムが個別にアップ。20ゲーム消化でマギカチャレンジ。マギカチャレンジ、各ソウルジェムに応じて AT 抽選。あ、これ金いいんじゃないの？どうなる？マギさんか。あ、赤になったっすけど。あ、赤はね、京子さんやからね。AT 期待度は一応、上から2番目かな。上から2番目？うん。チャンス目引きましたけどね。で、あの、マドカの色や AT 確定。マドカの色？ピンク色っていうの？ほうほう。で、紫がホムラちゃんの色で、京子さんが赤、マミさんが黄色、青がさやかで、順番的に言うと、まどかは確定。ほむらちゃんは、上から2番目なんやけど、まあ、一番上って言ったらいいかな。で、京子がその次ですね。なるほど。だから今、黄色、赤、青やから、赤だけ、ちょっと期待度あるかな。あ、ちょっと期待。これがだから、紫とかピンクに変わればいい。変えていこう、変えていこう。赤の上に紫。全然変わんない。紫はピンクが。まあ。朝一は有力感どうのでも点設定でもハマることありそうですよねとかで、いや、あると思いますね、有力感。
黄色黄色ってね、マミさんだから黄色、ピンクが一番使った。そうそう、ピンクはあの窓からの AT 確定みたいですね。この色を変えていったらいいんだよって言ってますね。あ、さあこれで頑張ってください。さあさあ2回もうあれやね、赤しかちょっとワンじゃないな。あ、そうなんですね。で変身成功したら16ゲーム得したね、チャンスはストッパーですね。演出前の、あ、天井前の演出一番どうでもええわって言われた。グラフが V モンキーになるなんてあるある。そうだね、まあ、失敗しましたけど。あ、2回目つ大丈夫大丈夫、ね、これやろ。大丈夫、もっと自信持って。自信持って。さあ行くよ、私に任せなって言ってるやん。任しとこう。はいはい。もう終わりましたけど。いや分からない、最後残ってるかも。いや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 。一応天使設定はまあ 50% 切るぐらいなんかな、 AT 期待度マギカチャレンジは 50% 切るぐらいかな。まあね、これも解析だから、ま、分かんないけどね。黄昏れてるやみんな。しっかり外れましたけど。ちなみにあの同じ色が3つのパターンとかもあるのかな、これね。青かとか、なんか特定のとかありそうですね。ねえ、最初からマドカが選ばれるパターンももちろんありますって書いてますね。残念、残念です。ちなみに京子さんはまあ 30% ぐらいかな期待度、まあ、まあで紫になれば80% ぐらい。めっちゃありますね。そうそう、そこのあれがすごいわ、その差。で変身で、さっきの変身成功すれば AT 確定ということなんで。いや、天井前に当たっちゃったし、もう厳しい。どこに見せ所だったの。今の赤いところプッシュ。ここでさっきのでね、レア役引ければよかった ね。青のソウルジェムなのに赤い髪の毛の女が変身することもある。そっちは熱いよ、うん、あ、違うパターン。矛盾ってことね。変身の時にレア子役引いたら変身成功が濃厚です。あ、じゃあさっきのあのあれか、変身の時に何かいけたらよかったか。いやいやいや、どんな確率ですか。天井まではめて AT 入れないって、チャンさん今日何してんの。おはてんを見せた、はい、見せた。 こういう人間設定がいますよって。やばいね、はい。店長、窓マギに関しては天使設定入れたくなりますかと言われてるけどね。いろんなの使いたいですね。ちょっと最初なんでまだ。まあ挙動みたいですよね。はい、そうですね。まあ悪魔設定がどんな感じかとか、まあね、もちろん天使設定だと、まあどういう感じでこう上がっていくのかとかね。はい、やっぱデータ取らないと難しいですもんね。はい、情報全然ないんで。そうですよね。窓マギ天国モードあるんですかって言われてるんですけど。天国モードあんのかな。いや、初代窓マギ継承してんだったらあるんじゃないですか。ああ、なるほど。まあ、今またね。入ってますけどね、何かそれらしいもん。はい、全長には入ってるね。そうですね。天国はあんのかな。引き戻しですか、みんなの期待値。引き戻しですか。お。どうなんですかね。お、召し上がってくださいよ。もうオプショナルサービス延長ですか。いや、もう延長してます。まあまあ延長してる。今見たらあれみたいな、もうまあまあ。いや、そのチャンスゾーンちょっと見て終わろうか。そうですね。100ゲームで当たるかな。6号機だから結構設定に素直に動きそうな気もしますって言ってますね。何連チャン中ですかって。夜の店行ってないよね、9月入ってからは。いや、行ってないです、行ってないです。昨日はただ単にどっか消えたっていうだけ。どっか、どこ行ったんやん。どっか消えました。どこ行ったんやん。怪しいわ。いやいやいや、消えた。通常、チャンス、悪魔モードの3つのモードがあります。じゃあ、悪魔モードっていうのはあれですか？天国モードみたいなものなの？クラシカこんばんは。もう終わりそうやん。もう漏れなくなるし。もう、間違いないんで。そうやな、タイバギの方は一応そのゲームフローは分かったからな。あ、なるほど、ここでボーナス引いていけば、あ、続くんだねっていうのが。ね、流れは分かった。窓マギが全く分からへん。あ、もう、はい、終了です。ゲーム性分からへんの。全然分からへんかった。すいません、続きはお店でお願いします。チャンさん、ちなみに50枚でどれぐらい回るんですかって言ってますね。6号機一応コイン単価とかコイン持ちいいっていうのは聞いてるんですけどね。そうですね、今体感でしたけど、はい、うん、やっぱ50ゲームは言い過ぎですけど、まあでも40から、はい、50ぐらい、それぐらいは回ってましたね。なるほど。非常に窓バギはひどすぎた。窓バギボナ当てただけやった。A タイプかな。天井までハマって、天井までハマって、やばいね。じゃあそうですね、ちょっと申し訳ございません。まあまあ、いいか、はい、いいか、よくはないけど、まあまあ。
すいません。しゃあないな。お時間です。はい、終了です。じゃあこっち。何も受けずに終了ボーナス行きました。しかも天井間際やからな、ね、もう切なすぎるわ。そうですね、じゃあもうちょっと周年の心地もあるし。はい、そうですね。おい。まあでも対話にはなんかちょっとこうね、うん、面白そう。ハマったらちょっと面白そうですね。ねえ。ST がなんかね、やれる感がいいよね。オプラ。こんな台の続きは嫌だ。違う店で窓バギもう一回見せてください。いや違う。かしこりました。違う店で。そうですね、もうお前かしこりました。マジで申し訳ございません本当に。そうですね。お前ちょっともうそれはちょっとハメるくんね。これね、はい、久々っすね。本当じゃあもう感謝ということも。もうあれじゃ前潰してもらった。いやいやいやもう。あじゃあもうしばらくちょっと悪いことできひんように。それ店長ああじゃないです。ああじゃダメ。そうですね。後ろなら。汚れ溜まりすぎてるんで。お前ちょっと汚れをあれやわ解放せない。前じゃ後ろでお願いします。後ろ。じゃあちょっと心地をじゃあね、お願いします。ちゃんと、はい、感謝と、で、あと、ね、リニューアル、20スロ増大と、はい、5円スロと、ありますので、はい、ぜひちょっと当店に、ね、来ていただいて、はい、ご意義お願いいたします。はい、お願いします。まあ、あと、はい感謝ということで。感謝ですね。はい、まもなく6年経つというところなんで。まあね、ハメル君と同期ぐらい同期より長いですね。あ、本当、はい、まあハメル君もね新店長なんて初めての周年ということで、うん、そうですね。ちょっと今準備忙しいやろうけどね。うん、これそうです、ね、ぜひちょっと。まあ、みんな手伝ってくれるんでね。これこの痛い痛いもうずっと叩いてたよ、もうバン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 。いやいやもう全然もうどんどん。はい。あ周年いつですかってね言われてますけど、はい。まああのその辺はピーワールド、LINE、Twitter 等で、あの随時。はい、あの更新していきたいと思いますんでね、はい、要チェックということで、9月は本当に梅北要チェックで、はい、ぜひお願いします。お願いします。ご来店お待ちしてます。はい。あと後ろのキャラクター何ってまた来たけど。いやだからそれ説明しましたよ。いやじゃ後ろ。この人あこの人ゆるキャラ。ここじゃない。こっちキャラクターにしたらもうあれやで、ちょっともうバーンになるで。いやもう引っかかるっすね。まああのキータンとねキコナちゃんというこう2大キャラクター。イメージキャラクターです、ね、そう、キコーナの、梅北店だけのオリジナルの、キャラクターになってますので、はい、まあ、のポップだったりとか告知物にねあのこのお二人登場しますので、ね、はい、ぜひぜひあのファンになってください皆さん可愛いからねぜひちょっと見に来てこれあれでしょ、なんかスタッフさんが書いたんやったっけ。そうですね、ジムインさん書いてくれて、ね、ジムインさんが書いたんよね、これすごいよね。いやもうウマルちゃんって言われたウマルちゃんまあうんそうやな、ウマルちゃん、まあ、ウマルちゃんも知ってますね僕知ってた、やっぱ知ってた、まあ、可愛いけどね、はい、萌え推しかということで、まあでもスロ線は結構ね、こういうなんかこう女の子のキャラクターとか入るんちゃうかなと思いますけどもね。まあ、そのうち絵に起こそうかな。いやいやいや、リアルスターに入れようかな。リアルキコロちゃん。ボーンってなりますから。お前や。ダメですよ。はい。リンクス梅田っていつオープンかわかりますか？え？リンクス梅田って知ってる？もう分からないです。あの左のねお兄さんはちょっともう卑猥な店しか分からへんからね。何回だそれ、はい。要チェックで。そっち系でも分かる。そっち系もすぐ分かる。新しい店分かる。情報最新情報が。お前は。まあぜひぜひはい周年もありますし、はい新台もね。窓マギが8台。はい。まあ台場にその横にちょっとバラエティなんでね1台だけありますけど、まあそちらも20スロー楽しんでいただけたらなと思います。はい。リンクス梅田って何？初めて聞いた。ちょっとそれだけ調べようかじゃあ。せっかく聞いてくれたから。リンクス梅田。秋開業ってなってますね。あの、あれやって、ヨドバシの、今、工事してるじゃないですか。はいはいはい、あれがリンクス梅田って言うんですって。名前は、そういう名前やったんですね。隣やん、めっちゃ。めっちゃ近くやん。いや多分そんな、一般の人が行くようなお店しかないと思う、ね。あ、なるほど。あ、そっか。この人はちょっと特殊やからね。はい、秋って書いてます、はい、一応、はい、秋って書いてますんでね、はい、ちょっとそれまでは多分工事とかで、ちょっとあの辺大変やと思いますけど、まあ、ぜひ、梅北店も遊びに来てください。はい、ハメルさん、チャンさんも、ちょっとほんまに店がなかったら、思いっきりケツバットして、お願いって言われた。お願いされてしまった。そう、今日はもう、ほんまにお願いって言われた。あんな低たらくなとこはダメですよね。いやいや、もう、ええよ、ええよ、もう、バットそれも100均やから、もう壊す勢いでお願いします。お前は、お前はいろいろ、あのお店の備品と、あの、うちのマイクとか、うち、マイクというか、あの、ちょっと避けといてもらったら、お尻以外のところに。はい。チャンスはどうでもいいけど、ちょっと、他のもの、そうですね、他の備品がね、もう、まずいっすよね。よ
チャンさん、ちょっとまた前より髪型変わってない？うん、もうあの、ガッチャガチャに変わりました、ね。ちょっとこの人、ある意味問題児やからな。え、大丈夫ですか？もう、はい、もう、縦でも横でももう、割ってあげて。そうそう、シャーだよ。めっちゃ痛そうやな。もうそれで終わるわ、今日は。これで締めらしいんで。そうです、締めですね。いや、周年ね、周年もあるし。周年頑張っていきましょう。そうですね、頑張っていきましょう。はい。お願いします。じゃあ。頑張っていきましょう。はい。いっ、いっ、あいっもうちょっと悪さできひんよね。いやもうめっちゃ痛いチョコレートプレイのちゃん。はい、ということで、キコのチャンネルは明日、タウンイマズからの放送になります。明日もまたぜひ見てください。いい夢見ろよ夢見ろよ。はい、マジしない。まああのハメル伝承もね、初めての、周年ということなんでね、皆さんぜひ応援してあげてください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それではさよなら。おやすみなさい。いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。